皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。プロモデラー超徳です。はい、200分の1日本海軍戦艦大和を作る、ついに3本目ということでね。はい、まあきっかけと締めの動画をまとめて撮っているなっていうのがね、もう全く服が変わらずバレてるかなと思いますけども、はい、ついに3本目ということで、3本目の今回は、仕上げ編ね、もうざっくり言って仕上げ編です。もう完成に向かって、塗装の残りであったりとか、工作の残りであったりとか、最終的には各ブロック合体、完成模型的に言うと空中戦があったりとかウェザリングがあったりっていう感じでね、一気にブロックで作っていた200分の1の戦艦ヤマトが、まあ、ガーッと塊になるぜっていうね、本当にこうダダダッと一気に完成に進む動画になっております。はい、今回はもちろんご紹介いたしましょう。はい、こちらの200分の1戦艦ヤマト、月刊モデルアートさんね、こちらで、短期連載やらせていただいておりました作例の制作動画となっております、ね。こちらにちょこっと載ってますけどもね。はい、モデルアート11月号で、無事にヤマト完成して完結編となってますんでね。はい、もうこれ動画が出る頃には書店に並んでおりますので、ぜひともね、まあ、完成編完結編ご覧になりたい方はね、この表紙目印にぜひとも紙面でも見ていただければ嬉しい限りでございます、ね。あの基本工作編から見たかったらね、バックナンバー調べてぜひともそちらもよろしくお願いいたします。はい、いうわけで、今回でラスト3本目になりますけども、まあ最終的にどうなっていくのかね、最後までご覧いただければ非常にありがたいです。ではご覧ください。はい、だいぶ作業の方進んでまいりました。ちょっと今回はね、塗装のターンをあんまりお見せできない状況です。まあ、作業するとき僕ね、マスクつけて、有機溶剤対応のマスクつけてわーっと塗るんですけども、あのいかんせん物が大きくてね、なかなか塗装シーンが見せられないんで、ちょっとね、工作終わってから、塗装完了までのところが結構スパーンとね、おしゃべりで保管することになるかと思いますけども、ババーンと、はい、こんな感じで塗装が進んでます。はい、シールド付きの 25mm 三連装機銃、タイプがね、それぞれ3タイプありますんで、それぞれ混じらないように、分けてスチレンボードにね、こうやって猫の手で刺してますけども、プラス、シールド付きの光覚砲とかもね、これ全部エッチングの工作済ませてから、クロサフ全体に吹いて、で、クレオスの601番のクレ海軍交渉標準色ね、こちらですね、601番使って塗装しております、ね、いう感じで、まあまあまあ、マストもね塗ってますし、シールド付きの機銃のね、この重心パーツ、ね、プラプラしてますけど、これもねガムテ逆巻き棒つけたりとか、あとね 15.5cm の三連装複砲ね、方針のところマスキングして、これからキャンバスはブラシで塗ろうかなと思ってます。はい、こんな感じで進んでます。ちょっとね、塗装に関しては、まあ、塗装できたらこんな感じでしたよっていう画像をね、お見せしたいと思いますんで、まあ、クロサフ吹いて、で、上からクレ海軍交渉標準色ね、間違っちゃいけないからね、はい、こちらを塗った状況をそれぞれ写真撮っておきましたので、環境ブロック、煙突、手法、副法などなど、まずは画像でご覧ください。はい、そういう感じでね、まあ画像でご覧いただきましたけども、まあ、手元にあります。はい、やっぱ200分の1だとでっかいね。はい、手法です。手法刀ですけども。はい、手法なんかはね、このティッシュを、アロンアルファ、ね、瞬間接着剤しみしみにして巻いたキャンバス部分とかは、ちょっとここはね、筆塗りで、キャンバス色入れていこうかなと思います。
ね、他にもちょこちょこと、筆で差し色を入れる部分などはありますんで、そこら辺はちょい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 、塗りながら、まあ、手法は手法で、複法は複法で、ね、で感じで、まあ、ブロックで組み立てていって、で、本当だったら、環状構造物を極力ブロック化して接着した塊を甲板にボンっていきたいんですけど、ちょっとね、甲板にくっつける時の強度問題もあるんで、ちょっとそこら辺は考え中です。できることだったらシールド付きの広角砲から何から全部植え込みたいんだけども、ちょっとそれは様子見ながらやっていこうと思います。いかんせん、物がでかいんで、甲板に接着してゴロって取れたりとかしたら困るんで、ちょっとそこは、はい、考えてやっていこうと思います。まあちょっとね、なかなかね、200分の1スケールっていうのは慣れないもんなんで、そこら辺はちょっとね、様子見ながら安全策を取ってやっていくんで、まあ微妙にね、ちょっとね、作業的に、滑らかでないところはあるかと思いますけども、ご容赦くださいまし。はい。ってことで、この続きとしては、まあ手法とかもね、こういうね、キャンバス、部分とかね、差し色になる部分をね、まあ、ブラシなり筆なりで塗っていくっていうターンをまずはね、ご覧いただこうと思います。そして、まずは塗装完了。で、塗装が全体終わっていったら、それぞれのブロックに対して、またミスターウェザリングカラーとかを使って汚しを入れていって仕上げて合体してっていう感じになっていきます。はい。いよいよ200分の1ヤマトも、の作業もね、佳境を迎えてきまして、完成目前、もう一二山って感じになってきましたけども、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、いうわけで、キャンバス塗装なんですけども、はい、601番クレ色に対して、この313番、イエロー FS33531、イスラエル迷彩色、ね、砂漠迷彩色を使って塗っていこうという感じです。ちょっと希釈高めな感じにして、筆でポテポテと塗っていく感じですけども、あまり濃すぎるとね、隠蔽しすぎるので、まあ、こんな感じ。それなりに染み込む感じの濃度で、筆でちょこちょこやっていくと、まあ、下地のね、黒サフ軍艦色の感じとかね、微妙に出てきて、はい、こんな感じで、軽くくすんだ感じですけども、布って感じになりました。はい、続いて複法の組み立てですね。複法は方針とキャンバス部分だけ別パーツ化して、塗り分けまでをしておきました。これね、筆塗りでやろうと思うとあれなんですよね。この方針基部のキャンバスに近いところにエッチングパーツがいっぱいありますんで、はい、干渉して色移りしたりとかね、はみ出したりとか汚くなりそうだったんで、ここはあえて、はい、別パーツということでこういう風に接着して角度整えて、完成させていってます。はい、続いて環境の組み立て。はい。環境もね、3ブロックで作っておきましたけどもね、やっと完成しますよと、合体よということでね。接着剤塗りますけども、あんまムニューとしすぎない感じでね、塗っていきます。とはいえね、しっかり接着は必要なので、流し込みも多用していこうという感じで、どんどん積んでいきます。はい。ね、窓枠のエッチングパーツの上は、爪楊枝の上に乗っけたゼリー状瞬着でトントントンとやっておいて、あとはね、この真ん中のブロックのところ、ここですね、ここはもう接着剤ベトーンと塗ってね、しっかりと密着させたいと。もう強度命ね。もう後からポロッと外れたら本当にもう悲鳴以外の何物も出ませんと、ね、悲劇以外の何物でもないっていう感じですからね。はい。で、まあ接着してはみ出したりとかね、多少エッチングパーツのこのエッジのところもね、欠けてしまってるところとかありますけども、こういうところはね、塊にした後でリタッチします。はい。リタッチして、もうこの段階でね、旗柵は貼ってますけど、こんな感じになります。環境ブロック、はい、ずわーっとね、はいね、エッチングパーツの力もすごいですけども、やっぱりね、200分の1スケールなので大きさがだいぶね、際立ちますね。はい。そして煙突ですね。煙突、エアブラシのね、フリーハンドでなんとなくラインを描いたんですけども、はい、こちら、まあ、キワキワのところはね、こうやって筆でツッツッツッと塗っていって、パリッとした塗り分けを再現しようと。でまずはまあ、こう、基準になるところをある程度決めて、ラインを描き、そして、面を塗りつぶしっていう感じで進めていきます。
とね、今回ね、一箇所ミスってしまって、塗り分けラインを最初勘違いして一回塗ってしまって、後からね、修正かけて、完成時にはね、正しくなってるんですけども、この煙突のね、黒い帯のところがね、綺麗にこう、等幅になってなきゃいけないんですけどもね、角度間違ってましたんでね、はい、そこら辺は皆さんも気をつけて塗り分けしてみてください。はい、完成したらこんな感じ、ぐるりとね、やっぱり、まあ、標準で付属しているエッチングパーツと立体的な配管類でね、非常にこう、大和型の、特徴的な煙突、ね、情報量満載ですね。はい、そして、環状構造物、基部のとこですね。こちらに、まあ、合体できる限りくっつけておこうということで、後部環境とか、つけても大丈夫そうなブロックを接着、合体、一体化という作業です。はい、シールド付きの光覚砲もね、この段階で乗っけても大丈夫かなっていうところだったので、はい、こちらも接着剤を塗って、まあ、ね、タミヤセメントだとね、接着剤塗って乗っけた後も多少ね、微調整効きますからね、角度は気をつけつつ、シールド付き、シールドなし、両方ともね、光覚砲を搭載していっています。ここら辺が乗っかると、ほんとね、いかにも、ヤマト型のね、最終時に近づいてる、ね、イメージができますね。いいですね。方針いっぱい、ね、弾幕張りそう、ね、いう感じですけども。はい、ここら辺もね、全部差し込む形式になってますんで、接着しながら、あとはもう角度をね、微調整するぐらいでしっかりと、はい、差し込んで接着していきます。はい、そしてこんな感じになりましたけども、結局、船体と環状構造物合体する段階で、環境ブロックと煙突ブロックは、つけずに置きました。はい、理由としては、環境ブロック接着するときに、上から、やっぱね、多少プレッシャーで押し込みたかったんですけども、これ全部乗っかっちゃうとね、押さえどころがないってことでね、バラで作っております。そして、はい、ずっと残っておりました、シールドなしの方の、25mm 三連装機銃。はい、これ、パーツの段階で、ね、プラパーツ2パーツに対してエッチングパーツがこれだけつくっていう。これでさらに終わりじゃないですからね。画台の部分ですから。これまず、黒サフ吹いた後で、軍艦色で塗装して、こんな感じになりますよと。でここに、個別に塗装しておいた重心のパーツを接着していきます。はい、接着はね、エッチングパーツの上に乗っけるんで、瞬着で、接着していったんですけども。ちなみにですけど、この重心が乗っかった後で、さらにもう1パーツ、エッチングパーツが乗っかって、はい、この状態。上にこの蓋みたいなのがついてるの分かりますかね。これで完成です。まあ、200なんでね、成形品の重心でも全然シャープでしたね。はい、いうわけで船体ね、こっちか。ね、船体こんなでっかいっすね。後ろに置いてますけど、こんな大きさですけども、普段ですとね、350分の1スケールとかだと、船体に甲板を接着して、で、まあ、航空機作業甲板も接着して、極力ね、一体、ね、ブロックにしてから作るんですけども、今回ね、いかんせんでかい。でかい。ね。ということでね、甲板。木甲板部分が、ボコーンとこういう風に別パーツになってますんで、木甲板は木甲板で、先に個別で塗ってしまおうと、まあ例によって木目彫刻やっていこうかなと思うんですけども、これ船体に塊にするとね、この塊をね、こう抱えながら塗んなきゃいけないと、さすがにちょっと厳しかろうと、いうことで、今回はねちょっとイレギュラーですけども、200分の1ならではの工程として、甲板パーツは甲板パーツで塗装してから、船体に合体させて、で結局ねこのヘリの部分、軍艦色になりますんで、まあ丁寧に接着し終わってからマスキングしようと。これね多分ね先に個別に塗装を終わらせてからマスキングして合体して流し込むと、流し込んだ時にあらかじめ貼ってあるマステのところに流し込みが入り込んじゃってトラブルっていうね、ことが起こるかもしれないんで、そういう順番で進めていこうと思います。そして、つるっと綺麗な甲板ですけども、ババーンと。はい、こんな感じで、穴開け指示があります。まあね、ヤマト型ご存知の方は、まあってピンとくると思うんですけども、今回ほとんどね、穴開けろの指示なんですけど、部分的に、
穴を開けないでね指示になってるところが2点2点2点であるんですけど、これあれよね、後々春光寺出したりとか武蔵出したりとかいろいろ考えてらっしゃるのかしらってことなのかな。多分あのここの中央のところの2点2点は、複合をつけるところだと思うんで、一応そこら辺は考えた上での、隠し穴っていう感じなんでしょうか。なんでね、航空機作業甲板もですけども、甲板まずこれ穴開けしてから、先に全体に木甲板の下地色塗って色鉛筆で書き込んでコーティングして汚ししてまでのところを一気にやってしまおうと思います。はい、まずは甲板裏ですね、こういう感じで穴開け間違わないようにね、油性ペンで、マジックでこうやってチェックしておくと、あとはね、迷わずに穴開けできますよってことでね、こんな感じにしてました。はい、そして久しぶりの木目彫刻ということでね、まず下地色で暗めの、茶に近い色をね敷いた状態です。これベタ塗りしてますけどもね、はい、この上から、色鉛筆を使って、はい、お久しぶりの木目彫刻、まあ何でしょうね、細かいやり方とかは、吉本プラモデル部の奥義伝承でもねだいぶ昔に紹介してますので、そちらもご覧くださいっていう感じですけども、とにかく、ね、ランダムに書き込んでいきます。200分の1のヤマトのキットも甲板の板1枚1枚のねところはモールドで入ってますんで、それに従って入れていきます。はい、はい、この上からタン44番タンを結構希釈高めにして全体にこうコーティングする感じ。はい、こんな感じになりました。はい、あの塗りつぶさずとはいえ全体をちゃんと覆ってコーティングするっていうイメージですね。これやっとくと色鉛筆の色も落ちませんしね。はい、そして上からミスターウェザリングカラーグランドブラウン、こちらをね筆に取ってベタベタと塗ります。ここら辺はね仕上がりの好みもありますんで、より綺麗な仕上がりがいい、ね、綺麗な甲板がいい方はベタベタに塗らずに墨入れ程度にするのもありだと思います。はい、僕はねちょっと墨入れ兼ウォッシングっていう感じでねベタ塗りしました。で表面ね結構つや消しな感じになったら、今度はねティッシュとかね、まあいろんな布でもいいですしキムワイプでもいいですけど、専用薄め液を染み込ませたもので拭きます。200分の1の甲板なので拭くのも大変でした。うん。わかりますかね？これ拭きながら汚しを伸ばしてるんですね。薄くしながら汚しを伸ばしてるので、はい。こんな感じで最終的にここまで落としました。思いっきりやるとね、本当に一気にゼロにできてしまうのが専用薄め液の強さですね。航空機作業甲板、ね、こちらもですけども、こちらもまあ別パーツになってます。まあ、こちらもこんな感じで。ね、裏側からの穴開け指示がありますんで、これねあの説明書見ながら開けていくと混乱しちゃうかなと思ったんですけど、結局ねあの印つけたらこっちに関しては全部開けてねだったんで、まあ開け忘れないようにねこうやって油性マジックで、ポイント打っておくと作業がスムーズに進みます。はい、で、こちらもなんですけども、まあ、個別に工作まで済ませようかなと思ってます。ちょっと考え中です。まあ、センターに組み付けるときにたわんだりとかしちゃうとなと思うんだけど、結構分厚い頑丈なんでいけるのかなと。いけるんだったら、この段階でこのね航空機作業甲板上のレール運搬基調とかのエッチングを先にここで貼ってしまってから組み付けた方が、木甲板の塗装と同じでこう船体ね、このね抱えながら植えなくていいっていうところはメリットかなと思うんで、ちょっとね考え中ですけども、うん、まあとにかくまずはねこちらも穴開けして、工作進めていこうと思います。はい、いうわけで作業に入りましょうね。まずは歩行体のエッチングパーツね、これをしっかり貼り付けて、さらにね、こういう部分、はい、エッチングパーツをつけていきます。まあ、こういうところね、もう大和型ではもうなんか定番になってきてますけどね、はい、こういう部分がちゃんとメッシュ状になって素通しになってるとね
一気にシャープさも出ますし、これ見てわかる通りね、この下につながる、ね、階段があるんですけど、そこにつながる部分のハッチがね、別パーツになってます。はい、だから上から蓋をするもよし、表情付けで開けるもよしってとこですかね。はい、しかもエッチングパーツね、これくっつけるところが段落ちになってるので、乗っけるだけでバチピタなんですね。はい、各部そういう仕様になってるので、接着するポイントで困ることはありませんね。逆にこう、もう入るべきところにスパッと入るっていう感じで、安心して作業を進められました。はい、先ほど言った別パーツのハッチ部分も、これね、差し込むところが別にあるんで、はい、そこ差し込んで置いてあげると、スッと入ります。こちらもそうですね。同様に。そう、溝に入らないとね、滑っちゃいますけど、溝に入った瞬間にパッと乗っけられます。はい、そして、航空機作業甲板の、まあ、メインどころ。はい、運搬機場、レールですね。こちらを作っていきます。レール、こういう形で、パーツ化されてます。これ、なんでこの形って思うかもしれませんけど、ベンダーを使って、こうね、合わせていくと。半分に折っていくと、厚みのあるレールが出来上がりと。ただ上の面のところに接着面が来るので、隙間とかが出ないように、瞬着流したりとかして、はい、ブロック化してあげればいいんじゃないかなと。ね、立体感のあるいいレール出来上がりました。という間だね。はい。で、エッチングパーツのね、運搬機場も、差し込むところに溝が掘ってあったりするんで、位置決め、ね、水平とか平行とか決めるの非常に楽でした。はい、続いて、甲板を船体に一体化した後の作業ということで、ね、どん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 、まあ、組み立て、組み上げって感じになってますけども、はい、減速部分のね、増設された 25mm 三連装機銃ね、ここのきっかけは後から接着なので、はい、これね、最後に接着しようかなと思ったんですけども、この段階でここの部分がくっつけて、甲板マスキングした後に手すりのエッチングをつける作業があったので、この段階で一体化しました。なので、次作るときは、ね、次作ることがあればですけどもね、ここは塗らないで合体してもいいのかなってね、思いましたけどもね。はい、いうわけで船体の工作が終わりました。わかりますかね、エッチングの手すりも貼りました。もう怖いです。はい、まあ、ちょっとね、飛ばし飛ばしになってるところもありますけども、甲板塗装してから、組み付けて、ね、後部の航空機作業甲板とかもエッチングつけて接着して継ぎ目消したりとかした後に、こんな感じで手すりつけましたけども、ね、全体組んだ後にね、船底塗ったりとかしてマスキングもしてますし、ここまで工作が進んだら、あとは、船体に黒サフ吹いて、構造物と同じようにクレー色を吹いてと、すれば、甲板のマスキング剥がして一気に機銃くっつけたりとかね、手法、副法を植えていったりとかする感じでね、やっとこさ、どんどん合体のターンに入っていきます。でかい。ね、手すりつけちゃうともうどっかに引っ掛けないかと思って怖くてね、あまりこう、積極的に見せられないのはちょっと残念ですけども。はい、とにかくここまで進みましたので、ね、続いては塗装に入ろうと思います。これもちょっとね、塗装してるところの収録ができないと思うので、まあ塗り終わってマスキング剥がすところから続いてはスタートいたしますのでよろしくお願いします。はい、いうわけで写真でちょっと振り返りですけどもね、甲板を全部全体に合体したらこんな感じね、だいぶしっかりクランプして流し込みもして、ね、一体化しました。で、まあ、航空機作業甲板もね、全体とくっつけたところ多少まあ継ぎ目出ますんでね、はい、パテを使って成形しております。まあ、そして船底塗装、船底もでかいね。まあでかいですけども、色塗るとね、モールドがいい感じで浮き上がって、なかなか迫力のある船体になったなと、楽しい作業でございます。はい、ついに船体の塗装が終わりました。めちゃくちゃ大変でした。やっぱでかいと大変ね。はい、艦首からぐわっときて、
完備まで塗りましたね。塗り漏らしなく塗りました。歩行体はね、後から筆で塗ろうかなと思って今回残しました。マスキングでやるとレールをね、運搬基準をまたいでしまうのでちょっとなぁと思って、はい、いうわけでここからね、船底とか剥がしちゃうと作業中に傷つけちゃう可能性があるので、木甲板のマスキングだけ、まずは剥がして、細かい甲板状のパーツを、どんどん接着していこうと、どんどんブロック化していこうという流れになりますけどもね、ちょっとね、監視周りでちょっとした工作としてはね、ここの、怒りが収納されるところとかね、ちょっとあと差し込む形じゃなかったんで、差し込めるように多少ピンバイスで、穴を拡張したりとかしましたぐらいかな。はい、わけでまずはマスキング剥がしましょうね、木甲板のね。うん、これは剥がして、まずはね、木甲板どんな感じでマッチするのかを確認したいぞと。剥がすのも怖い。よいしょ、よいしょ。ちょっとね、足かなんかにちゃんと乗っけてやらないと。普段扱わないサイズですからね。ちょっと、プレゼントもらったアメリカの子供がごとく。ちょっと手すり引っ掛けないようにね、気をつけながらですけども。よいしょ。いいですね。いい感じに木甲板の感じが一体感出てきましたね。これね、ちょっと完全に剥がしてないけどこんな感じでね、あ、木の感じ出てきましたね。こういう感じよ。うん、よいよい。この調子で剥がしましょう。流行る気持ちを抑えて。意外とね、マスキング作業は貼るとき丁寧にやっても、剥がすときにね、引っ掛けちゃったりとかっていうトラブルも意外と多いので、ピンセットで剥がすときも、ピンセットの先端で傷つけたりしないようにね、つけながら剥がしましょう。ちょっとね、このヘリの部分は撮影しながら剥がせる自信があんまりないですけどね。ああ、いいね。だいぶ剥がれましたね。こんな感じで。うん。これまたね、船底見えるとね、ガラッとまたイメージ変わりますけどもね。先ほど説明した通りね。ここ先に剥がしちゃうとね、これからの作業中に、船底の塗膜を傷つける可能性があるので、まずはね、木甲板部分だけで我慢です。よいしょ。よし。先生。あとは、このヘリの部分ね。はい、ヘリの部分をマスキングテープ、ちょっとピンセットで後から剥がしますけど、こんな感じで、
はい、全体塗装が終わって、これから、細かいね、パーツ。まあ、甲板上にいっぱいね、穴も開いてますんで、まあ、弾薬箱だったりとか、各構造物をどんどん接着していこうと思います。それが終わったら、手法をくっつけたり、副法をくっつけたり、ね、どんどん大きな構造物をくっつけていって、で最終的には、ここね、環境の構造物をドンと接着したらもう、ヤマト型、ほぼほぼ完成ってことで。もう一歩、ね、最後の大きな峠を越えた感がありますけどね、ここから気を抜かず、もう一歩頑張っていこうと思いますんでね。もうちょっとお付き合いよろしくお願いします。はい。こんな感じでマスキングがまだあった。カメラに映って初めて見えた。ここにまだ残ってた。これ大きいかな。よいしょ。今度こそ。はい。こういう形で木簡板塗装が終わって、ね、マスキングも剥がしてという形で、船体塗装からのマスキング剥がし完了。あ、綺麗にマスキングできている。でかいから迫力が違うね。うん。よかった、よかった。はい。いうわけで、今後はね、ここに部品をどんどんね、植え込む作業に入っていこうと思います。はい。こういう感じでね、やっぱ船体色が入るとね、木甲板との対比でパリッと見えるんでいいですね。はい。ここからまあ、部分塗装で歩行体の部分塗ったりとかね、どんどん色を入れていきました。はい。いうわけで、ヤマト進んでおります。こんな感じです。でかいね。ちょっと後ろでもでかい、ね、このサイズ感ですけども、まずは、はい、いうわけで、こんな感じになりました。どうでしょうか。ね、こうやった方がいいかな。ね、信号旗の旗柵を張った環境とか、煙突とかもね、全部接着しました。これでまあ、ほぼほぼ出来上がり状態なんじゃないかなと思いますけどもね。ちょっと一部ね、リタッチ必要な部分とかはありますけども。船底もマスキング剥がしてこんな感じになりました。でかい。はい。でもサイズ感はね、もうずっと動画の中でも伝わってると思いますけどもね。もうこの船越しの人っていうね、不思議な状況ですけども。工程としてはどんどん最終工程に近づいてきてます。説明書の中に書いてある、接着しなきゃいけないものとしてはですね、航空機作業甲板に、ゼロ艦、ね、1機、搭載しようかなと。ゼロ式観測機を1機搭載するのと、あと、スクリューはね、最後台にくっつけた後にやんないと、引っ掛けたら壊してしまうんで、最後に取っておきましょうと。いうことでね、キットパーツはもう残りそれだけ接着すれば完成という状態です。ですけども、空中線貼ったりとか汚しかけたりとかしたいので、まずはね、この環境の中央ブロック周りにくっつきます。空中線の取り付け作業をして、まあ、次はね、空中線取り付け終わって、さあ汚すよの前まで、行ってから、またこの状況でお見せしたいと思います。なかなかね、途中の作業が見せられなくて本当にまあ200の大きさゆえにね、作業はなかなかお見せできなくて申し訳ないですけどもね、極力画像でご覧いただきますのでよろしくお願いします。
はい、いうわけで無事完成いたしました。まあちょっとねごめんなさいなところで言うとね、本当にね最後のまあ船体塗装だったりとか、最終的な工作、まあ、空中線張ったりもそうですけども、まあ、なかなかね手元がお見せできないというか、今この手前にある作業机ですらギリギリだったので、ちょっと撮影しながらやってね、引っ掛けたり壊してしまうと作例の進捗にも影響あるし、多分撮りながらピント合わせながらできないなっていうんで、かなりね端折ってしまってたというか、まあ、途中ね写真で押さえてたんで、写真でフォローっていう感じになってしまいましたけども、まあなんとなくでもイメージ伝われば幸いでございます。はい、まあ詳細はねもちろんこちらね月刊モデルアートさん、まあ11月号は完結編ですけどもね、まあ、バックナンバーとかでも、詳しく工程の紹介だったりとか、そちらのね、記事の中でもどういう風に作りましたっていう紹介はねしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、まあいうわけで、モデルアートさんの方とはだいぶ久しぶりの、はい、作例と動画コラボっていう感じのね、企画で今回の200分の1戦艦ヤマト作らせていただきましたけど、いかがでしたでしょうか。まあ、正直ねもういろんな感想はあるんですけども、まあ、またそこは、改めて YouTube ライブだったりとかね、なんかの機会に聞いていただければ、今回の3本の動画見て、まあ、それこそコメントでもいいですしね、見た上での質問とか疑問とかあったらまた改めて聞いていただければ、お答えしたいと思いますので、はい、これからもよろしくお願いいたします。はい、いうわけで、3本の動画で無事完成ということで、はい、やらせていただきましたね。ぜひともね3本ねそれぞれ続けて見ていただけたりとか、全部通しで見てもらえるとね本当にありがたいです。はい、また今200分の1のヤマトを買って積んでる方、これから作ろうって方、まあ何かしら参考になれば嬉しいです。はい、いうわけで、まあ、3本ひとまとめの企画としてやらせていただきましたけども、まあ動画として企画としていいなと思ったら、またこんなの見たいぞと思ったらね、ぜひとも動画へのいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、いうわけで最後までご視聴ありがとうございました。以上、お相手はプロモデラー超徳でした。ではまたお会いいたしましょう。